江戸時代後期、反省改革、呂合わせ、秋雨で米工場を保持します。秋雨で、秋田藩の佐竹義政は、め明徳館を開きます。米工場を、米沢藩では、藩公工場館を、上上杉春則が、最高、保持します。細川茂方は、自習館を開きます。四日ご飯です。上杉春則の号は、養山。 それも含めた語呂合わせだとこうなります。秋雨で米工場用に保持します。秋雨で秋田藩の佐竹吉正は名徳館を開く。米工場用に米沢藩では工場館を上杉春則が最高、養山とも言います。保持します。細川茂方は10週館を開きます。日ご飯です。どうもありがとうございます。